萩原健一ボーカルのザ・テンプターズ。湖に君は身を投げた、花の雫は落ちるように。湖は色を変えたのさ、君の瞳のエメラルド。そんな萩原健一さんは今年3月、病気のため享年68で逝去。実は萩原さんは亡くなる4ヶ月前の去年11月、当番組歌のゴールデンヒットで堺正章と対談していた。これは2人の生前最後の共演だった。未公開映像も含めてご覧ください。どうも、久しぶりです。元気ですか？どうもどうも、いつも拝見しております。いやいやいや、よろしくお願いします。出演しようかしまいかっていうのは迷いありましたか？いや、会いたかったから。坂井さんに久々の再会を果たした2人、おのずと話題はお互いのデビュー当時の話。すごい羨ましい部分があった。そうですか、うん、僕は逆に坂井さんたちのバンドスパイダーズ羨ましかった。そうですか。え、どういう風にですか？いや、うまかったから。いや、それは初見お世辞でしょ。いや、お世辞じゃなくて。本当？いやね、はい、ピカイチですよ、日本では。いや、嬉しいな。ま、いや、マジに、はい、今になってみるとテンプターズをやってたことが効果があったなっていうことを今思うと感じます？辛抱かな。辛抱することはスパイダクションにいて教わりましたね。っていうのは、あの周りの先輩が坂井さんであり井上さんでありボコボコ殴られてましたから、なんつうんですかね、その3年ぐらいは本当にあのテンプターズやって辛抱しました。それは我慢も含めての。そうです。そして話題は萩原健一さんが今後どうしていきたいか、これから先の話にも及びました。これからどういうふうにこの自分を表現していこうかっていうことはあるんですか？まずこの年になっても仕事のオファーがいただけるんで、そういったものを丁寧にというよりも健康第一にね、迷惑かけないように。それはやっぱりね、責任感じるんですよね。きついよ。そうですね、楽ではないです。ああ、そう。もう最終章に入りましたんでね。もう僕なんか最終章の 5ページぐらい行ってますから、ね、私は7ページですよ。だいたいまだ入ってないですよ。70になったら。70まで生きてるから。もうだって2年あるでしょ。2年ぐらいなんてことないですよ。そうですか、うん、怖くなかったですか、70になるって。ちょっと怖いでしょ、うん、なんかね、僕ね、還暦は分かんないけど古希って古希ね、古希ってのは響き悪いんだよ。でもまあ、まだまだ証券には頑張っていろんな表現者としてステージやってください、はい、ステージ見たい。歌を聴きたい。いや、招待しなきゃな。そうよ。もう絶対見に行くよ。まあやるとしたら最後になると思うんですけどね。最後になるというのは、いや、やるとしたら最後のステージになると思いますよ。あなたがハーモニカを吹いてこうやってるステージとかがすごく懐かしい。そうですか、ありがとうございます。絶対将来またちょっとイメージの変わった、はい、表現者として頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。そしてこの4ヶ月後、堺に最後のステージを見せる約束を果たせぬまま、萩原健一さんは天国へと旅立った。
あの対談に関しては受けてくれるかどうか本当に知らない、僕も分からなかったんですけど、心よく受けてくれて、はい、で一緒に、何十年ぶりかに再会して、はい、でいろんな話ができたこと自体はもう本当に僕としては嬉しかったけど、あの時はこうご自身は病であることを知っていたんですが、一切そのことは我々には感じさせないように努めて明るくあのインタビューを受けてくれたっていう、その証券のいじらしさっていうのかな、その男として最後まであのしっかりと花道を歩いていくんだっていうその姿勢みたいなものを最後まで貫いてくれたのがすごく素敵なやつだなっていうふうに思うんですよね。だからもう今天国行っちゃったからまた向こうでも頑張ってやってほしい、それとまあ証券あれだ、ゆうやさんが言ったから気をつけろな、ゆうやさんと向こうで揉めないようにまた頑張ってほしいと思います。僕らこっちでもうちょっと頑張るんで、ぜひ見守ってください、お願いします。心よりご冥福をお祈りいたします。